次回予告にてメロンパンがついに登場することに喜びが隠せないみんなの反応集。それではどうぞ。来週ついに賢者さんと霊のシーンが見れると思ったら、もうニヤニヤが止まらなくてですね、公式からもはやネタバレレベルの次回予告感謝すぎる。うわ、ついに秘書が聞けるんか。やばすぎる。マジで楽しみすぎるわ。今週の話を入れ替える起点も最高だった。ここまで喫書という単語の価値が上がってるのはこの漫画だけだと思う。でも来週はマストで楽しみすぎるわ。下等が出てきてるってことは来週確実に封印まで行くってことか。このシーンをどれだけ待ち望んだか。最高すぎる。なんか椅子みたいなのに座ってるけど、とりあえず開門してくれるってのは分かったので死ぬほど楽しみです。メロンパン開門がいよいよ迫ってきてる。この一週間はより一層普段の作業や仕事に身が入るってものよな。五条先生のこの顔的に間違いなく青い春が脳内を駆け巡るシーンがあるってことだから、もういても立ってもいられないわ。ずっとどうなるんだろうって不安だったナレーションも今週のバッタで全て回収されたからね、安心だよな。脳内に溢れ出した3年間の演出が今から楽しみ。この下等の表情って PV にもあったやつだよね。普通に色気マックスすぎて大興奮してたんだよな。マジで下等の顔で落ち着いた声出すな。やっぱ意図的に演じ分けしてたんだこれ。マジで声のツヤというか、一気に大人ぽくて別人ってわかるの、ほんとすげえわ。桜井最強だな。やっぱ下等の声は桜井さんじゃないとダメなんだなって改めて強く痛感させられるよね。ほんとに大好き。口のアップもエロすぎて見てられん。歯並びがいい、めちゃくちゃ尊い。マジで好きだ。ありがとう下等、いやありがとう賢者。この口の動きはきっと獄門境界門のタイトルコールをしてくれている時の部分で間違いないですよね。とりあえず早く聞かせてください。マジでお願いします。次の時の描写もあるし、花見が払われたところとかもあるぽいから、ボチンがマジで楽しみすぎるわ。神作が期待してる。どっちかっていうと、この次の怖さもめちゃくちゃ刺さるんだけど、花見を払う前の狂気的な笑顔の方が見たいなって気持ちがある。とりあえずテレビの前で毎週楽しく見れたらそれでいい。マストの顔のアップとかもあったから、この領域展開は多分299秒でと 0.2 秒のっていう部分よね。ナレーション付きでここ見れるん死ぬほど楽しみ。五条先生の勘で設定した領域展開が見れるのか。封印まで変な展開挟まず、来週までに一気に見れるのマジで死ぬほど楽しみだわ。マジで明らかに作画のレベルが違うからな。本当にどうなるのかが楽しみだわ。ジュジュ散歩はなくなったけど、次回予告でちょっと楽しく小話する感じが代わりになったのか。めちゃくちゃ助かるからありがたいな。正直ジュジュ散歩見たかったからなくなったのはものすごく悲しいけど、こうやって小話でも聞かせてもらえるのはメンタルが安定します。逆に渋谷事変のこの真っ暗でドス黒いテンション感でいきなり明るいジュジュ散歩とか入ってきたら、それこそ視聴者の心壊れるだろ。毎回割と結構おもろいの入れてくれてるから心は洗われている。今週も普通に笑った。五条悟のいいとこで山手線ゲームは死体無限に出せる自信がある。さあお前ら勝負だパンパン。強いとこ。やる気なくて草。正直五条先生に関しては持ち得ないものがなさすぎて、もうこれ以上何が彼に必要なのかがわからない。五条先生のいいところなんて視聴者なら死ぬほど出てくるよな。強いとことかも出し子はシンプルに強いとことかね。自分のいいとこで山手線ゲーム始めれるくらい明るい性格なんだもん。本当に最高だよ。マジでハイスペックすぎるからイチャモンつけるとこが、こういう自分で自分のいいとこ探しちゃうとことか、そういう部分しか出てこないのさすがだわ。自分のいいところを自分で出すのももはや五条先生らしいで、片付けれてしまうのがこの人の恐ろしくてすごいとこなのよね。身長も180センチ超えてて、めちゃくちゃイケメンで金も持ってて、マジでなんだこの人、火の打ちどころがなさすぎるだろ。
できないことを探す方が難しいってのはそうよな。めちゃくちゃスタイルいいし、小顔だしね。しかも腕っぷしまで強いとなっちゃもう。こんなキラキラフェイス振りまかれたら目を合わせるどころかまともに口が聞けなくなってしまう。公式から唯一明言されてるのが性格というか人格が破綻してるってのが欠点みたいだけどね。公式から人格否定されてるの臭すぎるけど、性格が破綻してるってのもめちゃくちゃわかるけど、それも相手選ぶところあるから、五条先生の場合それが極端なだけなんだと思うんだけどな。そもそも性格がどうであれ、顔が良ければマジで全てがチャラになると思うんだよな。それで言うとイケメン特有の変なプライドなく全力でおふざけしてくれたりするしな。性格が破綻ってのもあながち違うのではとも思う。野原のスカート履いていた鳥の前に登場したり、そういうおふざけとかもできるからな。マジでこれできるならなんでもいいんよな。もうこのレベルのふざけができる時点で最強に貴重だから、性格破綻のデメリットよりもメリットの方がでかすぎるんよね。野原が強いだけって言ってたのが個人的になんでなんだろうって引っかかってたけど、こういう事件があったりしたからってことか。五条先生は典型的な男からの人気は高いけど女子からの人気は壊滅的ってタイプの男子と同じ匂いがするんだよな。野原の強いだけめっちゃ気になってたけど、過去に自分のスカート勝手に履かれたりしてたら、そりゃそうなってもおかしくないわ。そもそもジュジュ散歩のこの話炎上したしね。こういうこと平気でできる人たちなのとか、創作と現実の区別がつけれないバカが騒いでたわ。なんか作者が台本まで全部考えてるからどうなってんだよみたいな感じで問題になったんだっけか。マジで終わってるよな。金の亡者の名産から金は持ってるって言われれば、それは一体おいくらほどなのですってなるよね。私が同じ場所にいたら全く同じことしてたわ。そう思ったら特急ってやっぱ稼げるのか。呪術界の御三家の中の御曹司で生まれてるし、なんなら幻冬種だし、マジでハイスペすぎるだろ。名産にポンってお金速攻で1000万くらい振り込めるレベルだから、持ってないことは絶対ないと思うんだよな。なるほど、名産がさっき言ってた五条をその辺の男と比べてはいけないってのはそういうことか。金を持ってるからってことね。判断基準がお金かどうかはまだ謎だけど、確かにその可能性は全然否定できないのもめちゃくちゃおもろいわ。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。